マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたはこんなことないですか？ダイエット、食事量も減らしてるし、運動も頑張ってる。なのに全然痩せないっていうこのお悩みです。もしかしたらあなたはこれが原因でなかなか痩せることができないのかもしれません。そこでこの動画ではダイエットに良さそうで実は太ってしまう飲み物についてお伝えしていきたいと思います。もしあなたが今からお伝えする飲み物を毎日飲んでいるとしたら今すぐやめていただきたいので、ぜひ最後までご覧くださいね。では話の内容はこちらです。1つ目、太る飲み物のポイントは。2つ目、太る飲み物ワースト3ということでお伝えしていきたいと思います。では1つ目の項目です。太る飲み物のポイント押さえていきましょう。とっても大切ですよ。1つ目、人工甘味料が入っているもの。2つ目、添加物がたくさん入っているもの。3つ目、糖質量が高いもの。この3つが太る飲み物なんですね。ただこれすごくね、分かりにくいのでご一緒にチェックしていきましょう。ではここから詳しく人工甘味料の危険性についてお伝えしていきたいと思います。まず糖質ゼロとかね、ノンシュガーとか書いてある飲み物が実は人工甘味料が使われているわけです。甘いのにカロリーがまあない、もしくは少ないとかね、こういったものは人工的に作った甘みですから、あなたの脳が感知するときにですね、おかしいなってなるわけですよね。こんなに甘いのにカロリーがないといけないじゃないかって、もっとあなたに取れ取れとね、まあ、命令し出すわけですよね。そのことで結局あなたはますます甘いものが飲みたくなったり食べたくなったり、そういうね状態を作ってしまうものになりますから、非常にダイエットのまあ敵なんです、実はですね。なのでカロリーばっかり気にしていてはいけませんよ。実はその裏にはこういった危険性がありますよってことをぜひ知っていただきたいと思います。では具体的に、じゃあ先生どんなものに気をつけたらいいんでしょうかというご質問もいただくので、こちらご準備しています。合成甘味料と呼ばれるものです。アスパルテーム、アセスルファム系、スクラロース、ネオテーム、サッカリンと、まあ、こういったもの、まあ、プラス飲み物にね、その甘みが入っているこう原材料をチェックしてみてくださいね。例えばよく缶コーヒーなんかはね、こう甘いでも分かるっていうかあると思うんですけれども、炭酸飲料とか。ただし今からお伝えするドリンクは結構ダイエットにいいんじゃないんだろうかと思いがちなんだけれども、結果太ってしまうと、そういったドリンクワースト3お伝えしていきたいと思います。では2つ目の項目です。太る飲み物のワースト3ということでお伝えしていきますね。まず1つ目はカロリーゼロ、まあ、もしくはオフなどと書いてある飲み物には注意してください。これは先ほど項目1でお伝えした通りですよね。甘いのにカロリーがないので、ついついねダイエット中ってカロリー気になりますよね。もちろん大事、ただそうだからといって飲んでるものが人工甘味料の甘みであると、先ほどのように味覚が麻痺してしまって、どんどん甘いものが飲みたい食べたいなって、結果が悪いというね、まあ、そういった負のスパイラルと入らないようにするためにも、こういったカロリーゼロだけれども甘い飲み物には注意していきましょうね。そして2つ目です。野菜ジュースです。このね野菜ジュースも結構ね毎朝飲んでますっておっしゃる方多いですよね。でもちろんですね、その健康に気遣って飲んでいらっしゃるとは思うんですが、ダイエット向きでは残念ながらないんです。例えば 200ml のこういったパックの野菜ジュースありますよね。あれだけでもあの糖質、要は甘みですね、白砂糖の、まあ、角砂糖の2、3個分はもう入ってます。結局あのジュースを作るためにかなりの量のお野菜や、もしくはこれプラスねフルーツが入ったミックスジュースもありますよね。もうそちらなんかもっとです。ギュッと凝縮している分、やっぱり糖質もすごく高いんですね。で結局太る元は糖質が主ですから、やはり毎朝毎朝、例えばこうすきっ腹にそういったものを一気に飲んでしまいますと、もう全吸収ですよね、すごく良くないです。ですからもちろん手作りされていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、そのコップ一杯のジュースを作るだけでも結構な量使えませんか。それだけ食べている、まあ、イコール糖質を取っているということになりますから、ぜひこういった、まあ、特にこの市販の野菜ジュースを毎朝飲んでいますという方はですね、やめた方がいいです。
でしたらちゃんとしっかりお食事をとった方がいいと思います。そして最後3つ目、スムージー。これもね、いらっしゃると思うんですよ。あのバナナとかブルーベリーとか、こういろんなねフルーツをいっぱい入れて、その生のままね召し上がって、その量を考えてみましょう。すごい量です。特にフルーツですね、そういったものをギュッとスムージーにすると、あれだけの量のフルーツを食べてるわけですから、ものすごい量の果糖、イコール糖質を自然とで取ってしまいます。もちろんこれは人工甘味料よりも大丈夫なんですけれども、やはりダイエット中には向いてませんよね。やはりしっかりとですね、糖質管理をする必要がありますから、特に市販に売られているようなこうスムージーは要注意です。ものすごい量の、お砂糖に匹敵する糖質が入ってますから、ぜひ普通ねこういったのを聞くと、ダイエット向きだから一生懸命せっせとね今まで飲んでたのにという方もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、ダイエット向きのドリンクではありませんので、糖質量です、そしてその人工甘味料、このバランスですねをしっかりとチェックしていただいて、飲むにして もう量はねちょっと毎日じゃない、その半分の量とか、そういった形で他の食事の量とこう調整するという形であればいいと思いますので、ぜひ飲み方とその種類には気をつけていきましょうね。さあ、いかがだったでしょうか。この動画のまとめポイントは、お食事の量や運動でなかなか痩せない方は飲み物に注意しましょうでしたね。その時のポイントは、人工甘味料や糖質量に気をつけていきましょう。結果そういったものを飲まないだけでもどんどんお体が変わってきますよってことでした。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。